はい、どうも、こんにちは、クレイです。トロスペースやっていきましょう。というわけで今回こちら、はい、というわけで本日ですね、お知らせの方が新しく来てまいりました。バージョン 5.00 公開と強制アップデート実施についてのお知らせでございます。久々のね、結構大きめのアップデートが来るのでね、今回この内容を紹介していきたいと思います。まあ、まずメンテナンスですね。メンテナンスが13時14時59分の、まあ、2時間ですね、明日行われるということで、おそらくここでもう間違いなくアニバーサリーが追加されて2周年イベントという形で何かしらのイベントが来るんじゃないかなというふうに個人的には予想します。あのログインボーナスとかも、ちょうどですね、これお知らせあるかな、ここですね、もうすぐ2周年ログインスタンプっていうのが20日までなので、まあ、ちょうどそこのタイミング的にもバッチリ合うかなというところでございます。はい、で、まあ、アップデートの情報を見ていきましょう。アップデートの前にですね、まあ、いつものことなんですけれども、明日の3時以降ですね、メンテナンス終わった後は 5.00 必要になりましたので、早めにねアップデートをしましょうというところでございます。もう僕もすでにアップデート済んだ状態での、この動画を撮影しております。はい、まあ、アップデートねしておかないと、あのゲーム起動時にね507メガのダウンロードがね必要になるので、まあ、先にやっといた方が賢いですよというところでございます。結構長いんでね、507メガっていうと。はい、で、アップデート内容を見ていきましょう。まず1つ目、これ結構大きいものですね。ビンゴミッションというものが追加になるみたいです。でこれはメンテナンスの後から反映、メンテナンスの後からね反映されるものなので今は見れないんですけれども、ちょっとこれね、一つ謎なのが、 V ロードレベル星2で日本一達成すると挑戦できるようになりますと。なんで星2なんだろうなっていうところはちょっと一つ疑問なんですけれども、まあ、V ロードレベル星2で日本一達成することが最初の条件になるみたいです。で条件を達成している状態でマイページを開くと挑戦可能になりますと。で全てのミッションをクリアすると S ランク F を獲得できますよっていう、まあ、なんかミニイベみたいな感じなのかな、まあ、ちょっとどういう扱いになるのか分かんないんですが、まあ、ビンゴミッションというものが追加になるみたいです。まあ、パープルのアプリではだね、結構ビンゴ系のミッションみたいなのがありますけれども、まあ、それに似たような形になるのかどうなのかっていうところです。はい、でも V ロードの星2って多分皆さん1周ぐらいしか多分日本一やってないんじゃないかなと思うんですよね。僕も1周しかしてないの でかつ報酬も別に美味しくないんですよね。なので星2をやる意味が果たして何になるのかっていうところがちょっと気になるところです。はい、ビンゴミッションに関してはまあそれぐらいですね。はい、じゃあ次、これ結構大きいですね。試練の試合に勝利した時に勝利報酬が獲得できるようになりましたと。これまあ、あの試練大解放をしているときに勝利報酬というものがもらえるようになってたんですけれども、それがですね、試練大解放時には勝利報酬が2倍になりますと。で、まあ、現状のね、試練大解放している時の勝利報酬が、まあ、この勝利報酬というか最初のデフォルトの勝利報酬という形になるような形になりますね。なので、まあ、試練チケットを今まで5枚使って大解放をやってたりしてましたけれども、単純に言うと、あの試練の大解放をしなくても勝利報酬がもらえますよ。で、試練大解放すると2倍になりますよというところで、まあ、かなりその試練アイテムですね、これが回収しやすくなるというところでございます。で、上記の変更に伴い試練で完全自動試合が使用できるようになりますと。まあ、完全自動試合っていうのは、まあ、V ロードの自動試合と全く同じものになるかなというふうに思います。まあ、勝つだけでね、あの勝利報酬をもらえるようになるので、うん、まあ試練に関して自走させるのが本当は賢いと思いますが、まあ、時間がない方とかオートで分回したい方に関しては試練も完全自動ができるようになりましたというところでございます。まあ、これは結構美味しいかなと思いますね。はい、まあ、というのもやっぱり試練もね、あの特殊能力がシリーズ2から3個、1選手3個 S ランクが作るようになったので、まあ、そこを加味してちょっと試練をね緩くしてくれたかなっていう感じですね。はい、で、もう一個、 V ロードのラウンドリザルトで獲得したアイテムのアイコンが表示されるようになりましたと。今まではね、まあ、あのアイテム獲得っていう形で、あのボックスのプレゼントボックスみたいな形だけだったんですけれども、今回からアイテムの写真というか絵柄が出るようになりましたねという感じです。はい、選手詳細2に守備走塁盗塁の傾向が表示されるようになりましたと。まあ、今まで積極走塁身長守備とかね、いろいろこの、まあ、サブポジ丸みたいな感じで、出てたんですけれども、まあ、それがなくなってこの右側の守備走塁盗塁みたいな形で出るようになったという形ですね。はい、で、次、以下の演出が画面右下のスキップボタンでスキップできるようになりました。特訓限界突破演出、特殊能力取得、レベルアップ演出、スカウトの継続のメダル演出。まあ、演出ね、基本的に見る方が多いかなと思うんですけれども、まあ、ガチャだけでなくこの特訓とか限界突破とか特殊能力レベルアップとかっていうところもいろいろカットできるようになりましたよと。まあ、サクサクできるようになりますよって感じですね。で、次、これね結構嬉しいですね、動画やってる身としては。はい、スカウトの選手獲得演出の左上に獲得新勝数が表示されるようになりました。これめっちゃ嬉しい。今これガチャ引いてるときに結構あれこれ何枚目だっけみたいな形で僕なるんですけど、これ結構嬉しいですね。9枚目で S が出たときとかにあれこれ9枚目だよねってなって、実は10枚目だったりとかっていうパターンも結構今までの動画であったんですけれども、まあ、これはありがたいですね。はい、で、コリジョンルールへの正式対応を行いました。これもねなかなかすごいなと思います。
パワープロでもまだ対応してないですよね。据え置きのパワープロでもまだ対応してないと思うので、クロスプレイジが多分一番ゲームの中で先に対応した形になるんじゃないかなと思います。クロスプレイジにキャッチャーは本塁を開けた状態で捕球タッチをするようになります。これを取り入れたのはかなりすごいと思いますね。走者はこれまでよりも積極的に本塁を狙うようになります。うん、この AI も変わったみたいです。で、野球関連の調整ということで、バックホーム陣投手が本塁バックアップに向かうようになりました。これ野球っぽくなるな。打者操作が、アウトになってベンチに戻る際に地面を蹴飛ばすマンションが発生しないようになりました。あー、これね、なるほどね、まあ、結構あったんですけどね、まあ、あんまりよろしくないということなのかな。あとは AI の調整とかっていう感じですかね。あ、これも結構ありがたいな。コンピューターのバッ操作範囲を調整してボール球にバットを当てるケースを減らしました。あのね、まあ、今スペシャルミッションも脱三振ミッションありましたけれども、結構ね三振取りづらくなったんですよね、ここ最近のアップデートで。なので、まあ、この三振が多分おそらく取りやすくなるんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、そんな感じでね、本当にあの野球っぽくなるというか、現実の野球により近づくアップデートで、まあ、今回のアップデートも個人的にはもう本当にいいアップデートを、まあ、神までいくかはちょっと微妙ですけど、まあ、試練の部分とかも、ね、含めてかなりありがたいので、うん、まあ、いいアップデートと言っていいんじゃないかなと思います。で、あと打撃モーションとかの変更があったみたいですね。かなり多い選手の数が変更になってます。今までこんなに一気に変わったことはなかなかないと思いますね。まあ、持ってる選手とかに関してはね、また今後、うん、動画出せればいいなというふうに思います。はい、バッターラップの変更、バッターラップの変更ってどういうことなんだろう、ちょっと分かんないですけど、まあいいでしょう。はい、で、特殊モーションの変更で、ラミちゃんの、シリーズ1 TS ヤクルトバージョンですねに関しては特殊モーションが変更になりましたと。ラミちゃんってアインゲッツをやるんじゃないですかね。はい、で、イベント用のリソースが追加されましたと。まあ、このリソースの追加もよくわからないんですけどね。まあ、2周年記念のイベントは新イベントとかだとかなり盛り上がるかなというところですね。で、まあ、あとその他変更点とかで、プロ野球情報の一級速報で投球結果を示すボールのような事象に応じて変化するようになりましたと。で、プレゼントで一括受け取りしたときに所持上限に達して受け取りのアイテムがある場合にはそのアイテムの名前が付与される。あ、これ嬉しいな。これ嬉しいですね。はい。まあ、あとは、大きいところで言うと、まあ、そこまでないかな。まあ、ここから先はそこまで大きな変更はないかなというところでございます。はい、まあ、個人的には今回何が、まあ、個人的には一番ありがたいのはこの試練の、調整というか変更かなというふうに思いますね。これは非常にありがたい。まあ、今特殊能力コンボが120とか240とかでもね、あのつくようになりましたので、まあ、それを目標に今やってる方とか、あと最強決定戦があるので、まあ、純正でね、かなり上位を目指すというのは特殊能力がね、結構鍵になってくる部分にもあるので、まあ、やっぱりその準球団オーダーよりも純正オーダーって似たり寄ったりのオーダーになる可能性が高いので、まあ、そうなってきた時に最後の勝負になるのが特殊能力かなというところになるので、まあ、個人的にもね、特殊能力をガンガンつけていかないといけないなと思っているところだったので、まあ、非常にありがたいアップデートかなというふうに思います。はい、この後ですね、このスカウトとかも全部アニバーサリー第1弾に関しては終わりますが、2弾のラインナップですね。2弾に関してですが、まあ、以前もね、あのラインナップに関しての動画とか、まあ、ステータス予想の動画とかっていうのは出してるんですけれども、まあ、次の目玉は間違いなくまず坂本選手になるのかなと。巨人枠の坂本選手、あとは広島の鈴木誠也選手とか、あとヤクルトの山田選手も追加されますが、まあ、能力が、ね、若干落ちちゃってるので、まあ、その辺どうなるかなっていうところですね。まあ、セ・リーグは結構熱いのかなというふうに個人的には見てますが、まあ、あと岸選手とかか、ピッチャーでいうと岸投手がオール A になってるかどうか、まあ、なってると思うんですけれども、その辺がかなり注目になるのかな、まあ、あと打者大谷選手かっていうところですかね。というところで、まあ、今回はですね、本日公開になりましたバージョン 5.00 のアップデート情報に関してのお話でございました。まあ、明日ねメンテナンス来て、まあ、またいろいろ変わってくる部分とか、まあ、ビンゴミッションかが一番大きな部分ですけれども、変わるものもあるみたいなので、まあ、明日ちょっとプロスペースの動画何本か、ね、立て続けに出す可能性が高いです。まあ、今日もできたらもう1本ぐらい出したいな。スペシャルミッション終わってますしね。まあ、そんな感じで、ね、今回ねご覧いただいたと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともね、これからのプロスペースの動画の放送楽しみだよ、ガンガンやってくれ、ということで当店チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回のプロスペースの動画の放送でお会いいたしましょう。さよなら。